さい。足で。さあ、ちょっと旅行してこいと思うんだが、この辺ちょっと空き足なんで、ちょっと行ってあります。じゃあ、皆さん、ちょっと行ってやす。ちょっと行きやす。あばよ。若様、お迎えが参りましたわ。そうか。では、カチューシャ、行ってくるよ。若様、もうお別れでございますか。カチューシャはいつまでも若様のおそばにいとうございます。そんなわからないことを言っちゃいけないよ。ソラ、お前もよく覚えているだろう。庭の蓮葉の花の咲く時分には帰ってくるよ。まあ。あの懐かしい蓮葉の花、初めて若様にお目にかかった時も
あの花がきれいに咲いておりましたわね。そうだったね。雪が溶けて花が咲いたらきっと帰ってきてくださいましね。帰ってくるとも。だからお別れにお前の好きなあの歌を歌っとくれ。え、歌いますわ。おい、音楽だよ、音楽だよ。音楽よ。おい、音楽だってば。閉じてるわよ。おい、音楽だよ。いや、あなたのために歌いますわ。閉じてるよ。閉じてるわよ。ダメだ。いや、あなたのために歌いますわ。
大丈夫ですか。これ他人の家でしょ。いいのよ、誰でもいないから大丈夫よ。なんだ、空き家か。あら、二人だよ。うん。何にもね。お、うまそうなサンドイッチですね。あ、そうだわ。あの、どうしたんです？早くお家へ帰らなくっちゃ。あ、そうそう。じゃあね、あちらね、うちまで送ってってあげましょう。ね。いいのよ、あんたみたいな汚い人と遊んでたの。見られたら私怒られちゃうわ。じゃあ、さよなら。下の下さ。じゃあ、俺らも蹴るとしようか。あ、な、仲良くしてな、え。じゃあ、蹴るからな。じゃあ、また来るよ。じゃあ、さよなら。
そう。なんで、俺拾ってんのか。もうか、よいしょ。じゃあ、それ切るかな。そうなんでな、ちょっとごちそうにならなかったら。返せだから返してんのね。だってお前せっかくあれしたものだ。お前いや、返せよ。本当にまあ、なんてよく訓練ができてるんでしょうね。あの、みんなあなた様が訓練遊ばしたんですか。それはそのちょっと。それはそれは、これほどの名犬は日本では、あのドイツから輸入遊ばしたんでしょ。その、そう申しちゃなんですけれど、あなた様ぐらいのご身分でなければ犬の輸入なんかとてもできませんわね。それはその、あのそれはそうと、お屋敷はどちらですか。それはその、この近くなんでございますよ。丘の上にあるんですが、その実は、あの丘の上のご立派な羊羹。そうそう、そういえばこの犬をお屋敷の御門で見たことがありますわ。本当にご立派なお住まいで、あの奥様は。とんでもない。いや、まあまだお一人でいらっしゃいますの。どうせとは何ですか、男の方お一人に女37人とか申しまして、さぞご縁談が降るようにございましょうね。うちの照子などその37人のうちの一人で、本当に売れ口がなくて困ってるんでございますよ。お母様。奥様、どういたしましょう。また名子が何かしたのか。はい、幼稚園を抜け出してどこかへおいで遊ばしたんです。まあまあ、どうしよう、それは困ったわね。あのちょっとごめん、遊ばせてる子や、お相手をしててね。じゃあ、あの僕もこれで失礼します。まだよろしいでございませんの。あの、でもあのゴタゴタしてるんですから。いいんですの、うちの名子できたらすぐ一人でどっか行って暇癖があるんです。でも夕方になればきっと帰ってまいりますから。あ、まあ何をその
なに連れてらっしゃるの？あんまり綺麗。あ、でっかい。いや、大きなエビは、何ですか？これ、誕生石ですの。自分の生まれた月はこれでわかりますの。あなた何月ですの？僕はこの6月8日です。お名前は？土管の、土管サンタです。まあ、珍しいお名前ね。あの、珍しい名前ですよ。あなたの誕生日あと3日ですのね。誕生日？何ですそら。いいことがあるの。どうもお待たせ申し上げました。あちらのパーラーでティーパーティーの支度が来ておりますが、どうぞ。あちらのチーパッパーと綺麗なんで、ね。はあ、ご冗談をおっしゃらずに。さあ、どうぞ。いえ、でも本当に結構なんですよ。やれやれ、あんなうちは行くもんじゃねえや。おじちゃま。はい。あんたなんでしょう。あの吉井さんとこの梅子ちゃんでしょ。そうよ。あんたなんだ。あの幼稚園から逃げ出してたんでしょ。そうよ。おじちゃま偉いわね。きっとおじちゃま名探偵じゃなくて。まあ何でもいいから早く分かんない。え？お母さんも心配してますよ。いやあよ。せっかくおじちゃまやワンワンちゃんと遊ぼうと思ってたのに。ねえ。帰らなきゃいけませんで。じゃあおじちゃま一緒に行ってくださる？やだよ。あのうちは待ってるごめんだ。じゃあ私も帰らないと。しょうがねえな。ねえ、あの帰らないと怒りますよ。いいか？ちょっと。おかしなお顔ね。まあまあ、今朝ほど焦る子、またただいま雨子をお救いくださいまして。いや、どういたしやつ。じゃあごめんください。いいえ、いけません。ただいまディナーの支度がさせてありますから。もう勘弁してください。で、さよなら。どうなすったんでしょう。またお帰りになったよ。あの方よほどお母様を嫌いと見えるわね。優な方だからお母さんみたいなおしゃべりを嫌いなのよ、きっと。はいはい、どうせあの方のようには行きませんよ。まあお母様ったら知らない。ほら、
みんなお客さんが入らないんでお腹をすかして困ってんの。気の毒にな。いや、腹の空いた気持ち人一倍俺らによくわかるよ。あ、そうだ、おい、あてなんだ、みんなにすると夕食ごちそうしようじゃないか。まあ、それ本当？ああ、本当だと思う。じゃあみんな支度してもらってな。俺はな、これから昔の仲間やんでからな。え、よいしょ。誕生日をお祝い申し上げます。大変に失礼とは存じますが、たった一人でお誕生日をお迎え遊ばすことはさぞお寂しいことと存じ、今夜みんなでお祝いに伺うことにいたしました。大変粗末なものですが、お料理をお届け申し上げましたゆえ、何とぞお納めくださいまし。食うなんて言うな。みんなも見てみな、人が来るってんでな。なんこれじゃ芸やりや、かまりかな、こいつにあるからみんな気持ちよいじゃねえか。やろうが、四角四面の講座の上で、演説使うは恐れながら、今夜の宴会何よと問えば、今日は圧死の丸田その人、覚悟を見事な集まり願い、こんなごちそうをたらふく食べて、ありがたいや嬉しいやらと、右や左のお旦那様よ、どうぞご引きに願いますがおいさに。ご立派ですこと。ではお食事の間、我々の格式をご覧に入れます。はい。
は涙かため息かしばらくの真似とたまらねまたいなくなったんです。誰かにさらわれたんです。また例の散歩でしょ。いいえ、きっとさらわれたんです。
ちゃうな。またとうとう九州落ちか。九州と聞いただけでゾッとするわ。腐っちゃうな。また五南旅行か。あら、この間のお嬢ちゃんじゃないかしら。あら、いつかのお姉ちゃんね。ずいぶん探したんですけれど、あの子に万一のことでもあったら、私はもう。まあ落ち着きなさい。犯人はきっとあのサンタというルンペンに違いありません。いや、あの男はあの事件以来ずっとこの警察に引き止めてあるんです。しかしあのルンペンは。大阪からこういう方が犬の件につきまして。うん、お通しして。あ、それからサンタ君を出してくれた。かしこまりました。三人殺しの犯人をセパートが捕まえたいう新聞を見ましてな、もう早速飛んできましたようなわけで。へえ、実はあの犬は人さんからの預かり物でしてな、それがおらんようになりましたんで、えらい心配しましてな。ああ、ごめんだ、ごめんだ。ありがとうございました。えらい心配なんだな。あ、ほど、待て、待て、待て。あの、私の方は、あの子はきっと誘拐団にさらわれたに違いありません。さあ、みんな急がないと機体に乗り遅れるわよ。ちゃんちゃん、できた？私、乗り遅れる方がマシだわ。何言ってんのさ、早く行きなさいよ。はいはい。あら、この石がエイちゃんじゃない？あ、そう。自分で入れてちょうだい。はい。ちゃんちゃん。はいはい、分かってるわよ。さあ、これはこれでいいのね。閉めるわよ。もお別れね。そうね。
この犬はえらいやつだせ。これはもっとこの屋敷に住んでいたドイツ人に飼われていたんですがな、そのドイツの方が今度の欧州戦争に応召されはって、急にドイツに帰らはる時に私が預かって大阪へ連れてきましたんだ。ところがあんた3日も経たんうちにこれがいいようになりましてな、あたいはもうほんまに慌ててどないしようかと思って困ってる矢先へ、軍用犬として戦地へ連れて行く境にすぐ送ってくれとドイツから電報が来ましてな、それがどうだす、えらいやっちゃおまへんか。元の主人をしとうてはるばる大阪から東京まで来て、そして主人の留守宅をこうやって一人で留守番しておりました。ほんまに犬とはいえいじらしいやっちゃおまへんか。もう早速ドイツへ送ったらなりまへんねや。おい坊主、じゃあおめえいよいよ行くのかい。ああ、せっかく馴染みになったんだが分からなつれけどしゃねえや。おい、なんだでこの西武先生とやら言ったら一生懸命働くんだで、いいか。